リナさんめっちゃ増えちゃう。増えた。怖い。怖い。こう。そんなんない。初ライブで。初ライブすぎて。いきなりフィルターで遊ぶ。なんかまともなやつがないな。まともなやつ。全然フィルターなしで大丈夫ですよ。いや、ほんまに何にも変わらないですよね。すごい。何にも変わらん。いいなぁ、いいなぁ。なぁ、だってミックがっつりライトつけてるやろ、セコ。なんで？私もついてる。私もついてるよ。みずから。え、待って。そっか。今のところ少数測れへん。上から大丈夫です。自らライト当たりに行かなくて大丈夫です。え、みんなライト使ってるんですか？使ってます。使ってる。な、リングライトですか？そう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 。へえ。青。一人くらいも。お熱も。さあ、ということでですね。はい、はい、今回はなぜこの4人が集まってるかっていうと、皆さん、奈良県橿原市の大和八木駅前商店街のグルメ情報とかお出かけ情報を、まあ、いろいろ歴史の旅マップとかいろいろを集めたフリー情報誌冊子が先週の火曜日になんと発行になりですね。ほいでその表紙を担当していただきましたエリナちゃんとヤヨイちゃん、ダシカレンとミッシュの4人で女子会トークをしようということで、本日初生コラボ配信をしております。イエーイ。で、初めからだいぶ緩い感じで始まったので、最後までやっていこうかなと思ってます。はい、お願いします。私インスタライブこうやって4人でやったの初めてです。私も初めて。ね、できるんですね。ちゃん、なんかやっぱ4人なんですかね。ね、マックス4人かな。多分4人、もしでも5人いけるとしたら、これ4分割のど真ん中に5人目くるってこと。確かに。確かに。5人目の人ちょっとなんかあれちゃいます。誕生日とかじゃないと。ほんまやな。あれかな、このコメントとかにさ、はい、なんとこうなんか固定みたいなした方がいいかな。え、なんかヤギ並み発行トークゆるゆるライブみたいな、なんかなんですか、ね、え、どうだろう、どうやってやるんだろう。あ、今日のタイトルですよね。うん、これちゃう、ミシュが女子4人配信で作ってやってくれてるやつか。ああ、こうやって変えれるんですかね。変えれるのかな。なんかコメントにさ、なんて書いてあるの。ちょっと私もしすぎてコメント、なら、みんなコメント同じコメント見えてるんですかね。めっちゃ見えてる。橿原市の全然コメントの読み方分かんない。もう分かる。どうやったのやろ。どうやったのやろ。質問とかもできちゃうってこと。なんかこれなんかさかのぼられへん。まあ、遡り、遡れます、うん、うまい。ゆいちゃん、うまいこと遡れるかな。無理やな。あ、無理やな。あ、皆さん、でもこんばんはって言ってくださってます。こんばんは。こんばんは。どうもどうもどうも。さっきちょっとパッと見られたのが、どういうコメントくださってたから、彼さん、もう一回いいですか。あ、もう電波悪い。あ、今聞こえました。
あれこれ見られへんな。電波悪い、顔黒いわって終わってない大丈夫です。カレンさん、ライトつけて顔暗いって思っても、私ライトつけて、え？ちょっと待って。ライトつけてる私の方が顔黒いんで大丈夫。全然わかんない。インスタライブ。あ、これコメント読めないね、私。読めないんですか？ってことは、私は。こうできない。ミシュが見れるのかもしれへん。そうですね。私はくるくるできちゃう。いや、めっちゃなんか、知的に重大ですね。はい、皆さんでも、こんばんは、言ってくださってます。こんばんは。こんばんは。わいわい。ねえって。暑いね。今日暑かったね。今日なんか、夏でしたよ。夏日やったで、なあの東京。25度。いや、25度。奈良も確か25度やったらしいです。もうだってでもまだ何ですか、カリン。もしも、もしも、聞こえてる？はい。私固まってます？今動いてます。もしもーし。違う。固まってない。聞こえますよ。え？聞こえてる？聞こえてますよ。なんや？なんや？でも私まだヒートテック着てますよ。え？え？みんなもうノーヒートテック？今日は半袖やった。ノーヒートテック。私も半袖です。どう？どう？日焼けして痛い。ここが日焼けして痛い。え？そんなに？そう。だいぶ日差しあるじゃないですか。そう、めっちゃ痛い。いい気する。だから今日はお風呂長めですか？いや、長くて暑くて。うん。ああ、痛くて、めっちゃ痛い、ちょっと日焼け止め全然塗れなかったみたい。辛いです。めっちゃ保湿してる。今、ライブ中に。ライブ中に。ライブ中にめっちゃ保湿。全然ありです、全然ありです。ぜひぜひ。このインスタライブって、あれですよね。うん、私のフォロワーさんも見れるし、みたいな、うん。みんなのフォロワーさん見れるよね。全員のフォロワー。みんなのフォロワーさんが見える。うんうんうん。私のアカウントから来てる人もいるってことですか？ですよね。おってことは、ちゃんと自己紹介させてもらわないとダメです。あ、確かに。ほな、私、あの、電波悪い人から聞きますね。え、聞こえます？聞こえます。めっちゃ聞こえますじゃないですか。こうワンテンポ遅れると、あの行きますの段階で滑ったんかなって思ってしまう。滑るもなんもないですよ。じゃあ軽く自己紹介をさせてもらいます。はい。私カレンです。初めまして。はい。ラブクラフトというバンドのボーカルです。イエーイ！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 じゃあ多分流れ的に次私がいいと思うので私自己紹介させてもらいます。私は、はい、同じくラブクラフトというバンドのボーカルのミシュと言います。よろしくお願いします。イエーイ！どうもー。どうもー。そしてやよいちゃん、はい。ハンドメイドの作家とかだからいろいろやってます、うん、小林やよいです。お願いします。はい。タレントとか、出張料理人とかエステティシャンとかいろいろやってます。松井エリナです。エリナさんです。イエーイ。
ラブクラブ姉ちゃんな。です。最年長です。いいよ、ほんま。見習おう。いや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 。だから一人だけフィルターしてるのはそういうことっていうことで。いや。ほんま。フィルターいらずですよ。フィルターいらずですよ。フィルターいらず、メイクいらず、ライトいらずですもん、ほんまに。私ライト。内の何の会話すんのやったっけ。今日はヤギナビ発行の、うん、入れちゃった記念ライブ配信、はい、でなんか地元の話とかできたらなって思うんですけど、まあもう基本あのこの間みんなで食べたワイワイな感じでではなと思ってます。はい、あのそう見てくださってる視聴者の方から質問があって、うん、はい、皆さん奈良の橿原出身なんですかっていう質問いただきました。はい、私は橿原市出身じゃないんですよ。私もなんです。実はでラブクラフトは出身じゃないんですけど、今奈良の方に音楽スタジオがあってそこでいろいろ制作してるのでめちゃくちゃ橿原は近くてがっつりこうつながりのある町でございます。そうです。ほんで今回ヤギナビの多分まだちょっと見られてない方はたくさんいらっしゃると思うんですけど、ヤギナビの最初のページの方にエリナちゃんとヤヨイちゃんの対談ページがあって、そうでそこでその対談の日がエリナちゃんヤヨイちゃん初対面の日やったんですよね。そう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 、そう初対面の日にがっつり地元のトークを1時間がっつり話していただいて、あ地元も地元のとヤギ商店街について語るっていう魅力をっていうので、うん、たっぷりお話いただいて、でその撮影を担当したのがクラフトっていうつながりで、でもいろいろデザインとかもさせてもらってヤギナビ出たっていう感じなんですけど、ありがとうございます。そうでその初めましての日にたくさんヤギの魅力を語っていただいたその夜に4人で集まって夜ご飯行ったんですよね、みんなで。そうそうでゴリッピ盛り上がってこれ配信せなあかんやろみたいな話になって今に至る感じなんですよ。そうそうで私と弥生ちゃんが橿原出身です。はい、そう、うん、で先輩ヤギ中学校の先輩後輩というがっつりですねほんだらがっつりがっつり、ね、同じ学校ですね。ね、同じ学校。だからなんか弥生ちゃんと初めて会った時になんか初めての感じがしないというか。お前。ね。あ、めっちゃヤギの子って感じで。大丈夫ですか？めっちゃ嬉しかった。すごいほんまに。そう、弥生ちゃん。中学の時にエリナちゃんはなんか。すごいなんか聞いてました、ヤギ中出身のタレントさんでみたいな。うん、なんでずっと知ってはいたんですけど、ですごい年の差やからそんなんとすごい年の差あります、うん、えだってえ一回りええそうええ一回り嘘弥生ちゃんとミシュが同い年ですよね。そうです。そやな、26やろ。だから、え35やから。あー、でもそうなの、うん、ね。なんかこう、数字にすると、数字にするとって、私なんか急に訛りましたけど。ちょっと沖縄入ったな。数字にすると、ちょっとびっくりしますね。びっくりします。そうなの、なんかそんな感じ全くしないですよね。まあ、それこそそのまあラブクラフト、私とカレンさんだったらまあ奈良でまあ皆さんと出会ったっていうのがあるんですけど、全然奈良出身とかでもないし、
そのまあ言ったら音楽のなんていうんですか、うん、バンドとかのつながりでもなく、なんかほんまただただこう奈良でこう機会があって出会ったのにめっちゃ話しやすいっていう皆さん、やゆちゃんもエリナさんも、うん、それがほんまびっくりですよね。ほんまにキヤン、まさかこんな4人配信する思わなかったですよね。ほんまにほんまに。めちゃくちゃ楽しい。ライブ配信だからね、どうしようみたいな LINE で言ってて、誰もわからん、誰もどうやってできるんだろうみたいな、どうやって追加するんだろう。もう多分あのこの配信始まった時、私から始めさせてもらったんですけど、こう皆さんを追加する時の顔とか多分やばいと思います。めっちゃ集中しますもんみたいな。いや、インスタライブってそうなるよね。ね、なんかほんま、フェイスタイムみたいですもんね、これ。うん、その顔のあれになっちゃいますよね。うん、なっちゃう。ミシュ、これコメントって読めるん？コメントで今ね、ちょっといろいろ見させてもらってるんですけど、うん、コメント以外に、あの、視聴始めましたっていうのとかも来るので、うん、ちょっとね、下にガーっていかないとなかなかちょっと読めなくてですね。そうなんですね。すごいたくさんの人が見てくれてる。ありがとうございます。ありがとうございます。今日の夜ご飯は何でしたかっていう質問をいただきました。エリナちゃん何ですか？うわ、今日食べたい。食べてない夜ご飯。そうなんですか？まだ食べてない。さっき、味噌汁作って、わ、先に汗かいたから、ちょっとお風呂入ろうと思ったら、こんなことになっちゃったってこんなことになっちゃったそう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 。でこの後食べる予定なんですか？どうしようかなって感じで。おあ、じゃあ食事の時間とかはそんなに気にせずな感じなんですか？気にせず気にせず、あ、あ、いや気にしてる。あ、あ、いつもいつもあれ、あの、あかもしれない、うん、そんな遅くは食べへんかな。いつもこもう7時とかに食べてるから。ああ、お風呂優先して時間帯。そうそうそう。え、みんなは今日何食べた？やゆうちゃん何食べました？ました、夜はまだです。ま、あやって何食べた？やゆうちゃんもまだまだ、私何にも決めてないですもん。お腹もすいなんか昼ご飯遅かったんですよね。ああ、うん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 。なーも決めてないです。いや、なんかねじゃあ私思うんですけど、思うことがあって、なんか痩せてる人の私の偏見というか先入観というか、なんか私はもう食事に対するプライオリティがめちゃくちゃ高いんですよ。だからプライオリティ、朝ごはんの時間がずれたとか、昼ご飯の時間が遅くて、夜ご飯の時間帯にお腹が減ってなかったとしても、いや夜はご飯食べな、ご飯はこの時間ご飯食べるもんやみたいな感じで、どんだけお腹いっぱいでも、あの夜ご飯とかきちって食べちゃう派なんですよ。でもあの痩せてる人ってほんまに、あ、ちょっとあのお腹空いてないからとか、その食べ物のあのすごいんですよ。羨ましい。本当に羨ましいんです、それが。それは、痩せてるとか関係ないですもん。そう。だって、そうだ。え？関係あるんかな？いや、なんかね、めっちゃその、なんか周りの人とか、その、痩せてる周りの人、何回言うねんっていう。なんかね、あの弥生ちゃんがプライオリティっていう英語が出てきた瞬間からもうフリーズしてるんよ。いや早ないですよ。そんなの習ったことない言葉出されるとちょっと困りますね。ちょっと早いですあ、でもコメントでもコメントでもいただいてますね。小林に難しい言葉あかん誰誰や弥生ちゃんどうなったそうもうそれカタカナとか苦手。カタカナなんかな、英語なんかなとも思うんですけど。あ、英語か。でも、あ、そう、でも
コメントにも痩せてる人は食べずに済ますことあるよね。そう、それが言いたかったんですよ。全然みむよしさん、そう、それが言いたかったんですよ。食べずに済ませることができない。いや、どうしても太ってる場合はじゃあどうする？どうしよう。役取ってへんやん。でもほんまにやばくて、ブク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 。いやでも弥生ちゃんは今とかが一番こう、今でも痩せてるしちょうどいいというか、なんかその前のお写真とか見させてもらった時に見せられた時にめちゃくちゃもうカリコリやったから、いやもう私は今の方が好き。確かに確かにカリカリやったよな。あん時はちょっとカリカリするんだけど、ヤギナビの1ボリューム1とボリューム2も弥生ちゃん表紙やってて、時の2の時の印象がすごいあって、ショートカットでこうキリッキリッて感じの黒い黒髪、黒い黒い、めっちゃかっこいいやつね。そう、だからあのエリナちゃんも言ってはったんですけど、会う前まではほんまにキリッとしてて、ちょっと怖い性格の感じの子みたいな、うん、なんかクールビューティーな感じ。うん、よく怖そうって言われます。うん、おお、なんかこうはっきり物言うみたいな、そうそうそう、イメージがあったけど全然違った。めっちゃおもろかった。めっちゃおもろかった。めっちゃおもろかったですよね。そう、そのおもろいことした気ないですもん。いや、なんか会話がめっちゃ良かった。ナチュラルで ありがとうございます。なんかなんていうか、旗雨の話で盛り上がったよね。対談でも皆さん知ってます、旗雨って。旗雨知ってるかな。ミシュ知ってる、旗雨って。いや、でも旗雨全然知らんくて、お二人の対談で旗雨の下になんかカッコ割り箸にみたいなのカッコで書いてくれてたんですよ、文字で。みたいな、それ知りました。そう、こう、どういう祭り時にね、はたあめの日にね、もらいに行くやつ。はたあめの日、はたあめの日っていうのが、はたあめのなんか掲示板みたいで、はたあめの日張り出されるんです。そうリナちゃんもそうなんですか。リナちゃんとか、うん、もらいに歩き回る、歩きで、すごいはたあめもらってね、こんなんなって。ハロウィンみたいな。ハロウィン、ヤギのハロウィン、ヤギのハロウィンっていうのはどういう状態のやつなんですか。ん、どういう状態の、あれなんだ、ハリアメやろ、あれなんか砂糖飴みたいな感じ。砂糖飴、なんか手まりみたいなじゃなかったっけ。手まり、手まり、手まりみたいな。あ、そうです、そうです、なんかこういう、あ、丸い、ピンク、黄色みたいな。へえ。で、箸がこう刺さってて、箸の割にめっちゃちっちゃいんですね。そう、めっちゃちっちゃいの。大きくめっちゃちっちゃい。ビー玉ぐらいやんな。ビー玉ぐらい。でも箸は一本使うから。そう、箸結構長い。なんか箸のコスパ悪い気が。箸のコスパは悪い。はい、応じて。おいしい、食べ終わるっていう。一緒。なんかその箸についてるっていうので、私勝手に練り飴あるじゃないですか、あんな雰囲気やと思ってたんですけど、まあ、じゃなくてもほんま丸い飴がちょんってくっついてる。へえ。あれどっから来るんですかね。ね、どっから来る。なんか近所のおばあちゃんちみんな持ってるんですよ。なんでみんな配るから。ああ、あれ、どこからやってくるか分かる。あれ、な、はたあめなんやろ。はたあめ工場とか。はたあめ工場とかないやろ。なんか、お宮さんとかそういう系ですかね。
そうやんな。うーん。知らんけど。知らんのかい。チュッパチャップスよりうめえのかなって。チュッパチャップスより、あの時はチュッパチャップスの方が美味しかったから。何をしました。チュッパチャップスだ、エリナちゃん。味は一味ですか。一味。味は、味は、一味。一味って。一味。砂糖。一味。砂糖。砂糖。あ、お砂糖の味。アメちゃんって。砂糖。砂糖。お砂糖の味やんな。あ、奈良の伝統みたいよ、みたいやねって、旗飴。あ、おお。あ、しかも、お稲荷さんに備えて、それをその後、子供に配るらしいよ。あ、やっぱ、お寺さん的な感じのとこか。やった。ね、備えて。お宮さんとか。やっぱ工場はお寺さんっていうこと。工場じゃない。工場はお寺さんかな。旗揚げ工場。お寺さんがやってくださって。そうなの。分からん。え、じゃあ、うちでそこら辺のおばあちゃんち行っても絶対置いてる。大体置いてると思う。抜き打ち旗揚げ。すごい。抜き打ち旗揚げ。なんかすげえ。そうなんよ。すげえ。ちょっとカレンさん、今私たちならいるから、ちょっとおばあちゃんち行きません？ね、旗揚げやってないのかな。旗揚げないって。年齢じゃないとないから。そうそうそう。あかんか。今もやってるかな。ね。ね。もうそれも全然この間の対談で初めて聞きました。ね。うん、懐かしかった。弥生ちゃんが言ってくれるまで思い出さなかったもん。おお。旗やね。あ、私めっちゃ笑ったんがおばあちゃんロードなんですよ。そうそうそう。私も笑いました。そう。ヤギにやるよそんなんみたいな。そう。みなっさんぜひあの YouTube かヤギナビ見てください。おばあちゃんロードっていう言葉が。ヤギナビってどこに置いてある？ヤギナビはもうヤギ前商店街内で配布されてるんですよ。なのでそこに行かないとゲットできなくて、私もねゲットできなくて、八木駅の商店街に行けば、はい、なんか観光案内所みたいなところと、あと多分それぞれお店に置いてくれてるみたいな感じだと思う。あるもんね、八木駅降りて左、あ、違う、右、八木改札降りて右行って左行ったら千徳のところ。ああそうですね、あれ観光センター、観光センター、今テレビみたいなのある。あ、うんうん、そこに、あ、今日団子賞でもらったよって、早速、早速じゃあ、誰よりも早く、嬉しい。駅前の観光案内所にも今回ヤギナビ90ページあるんですよ。ボリュームすごいですね。すごい。すごい。90ページあるんですよ。うわ、見たい。がっつり。いや、早く見てもらいたいです。すごい。そう。がっつりあります。もういろんなお店の情報とか載ってるってことやな。お店の情報もやし、ヤギ橿原周辺の観光とか、はい、そうなんです。八木駅前商店街のグルメマップとか、あと、まあ、いろいろパブリックな公共施設とかと、あとは橿原アスカ藤原の、うん、歴史を巡る旅っていうので、こう歴史の観光マップみたいなのも作らせてもらって、うん、世界遺産、すごい嬉しい。私がほんまこんなこと言うのかわからないんですけど、歴史全く興味なかったんですけど、イメージ通りです。もうピンや。ピンほど興味なかったんですけど、今回編集させてもらって、こうマップとかも自分で作って、めちゃくちゃ歴女になった気がします。おお。すごい。橿原限定の。橿原限定の。
歴女からもう役立たない、すごい。そうなんですよ。奈良のかん、世界遺産とかを巡るときはカレンさんにこうツアーをお願いさせてもらったら。確かに、うん、そうです。ただ言葉足らずなんでめちゃくちゃ雑な説明します。あ、古い古いね、これ古い見たまんまです。これ古いみたいな説明します。これ2番目にみたいな感じ。何番目とか教えてくれるんですね。何番目とかは入ってるので。おお、すごい、ね、すごい。ね、あるとか本だねっていう、90ページあるとかもはや本ですねっていう、ね、もはや本です。それがフリーペーパーだもんね。そう、ただですよね、ただなので、ね、そうですよ。わざわざエリナちゃん、弥生ちゃんにもお越しいただいて、いやー嬉しいな。ヤギが大好きやから嬉しいね。もう地元トーク満載ですよね。ほんまに地元の人しかわからんやつとかも全然ありますよね。ですよね。弥生ちゃんな、結構弥生ちゃんやで。あ、本当ですか。まあ、コアな部分多かった。そうかな、コアな部分多かった。全部説明してくれましたもんね。うん、もうあのアホやのたこ焼きはふわとろでみたいな。あれは絶対食べてほしい。え、この間食べたやつやんな。この間食べたやつ。美味しかった。めっちゃ美味しかった。美味しいね。アホヤのたこ焼き。アホヤのたこ焼き。みまつさん。みまつさんの団子。めっちゃ美味しいですよね。八木駅前、絶対こう東京とか、あの、遠征とか行くとき、お土産持っていくときは絶対八木寄ってから行くんですよね。ああ。ヤギでお土産どれにするか選んでから行きます、いつも。いい特急あるヤギに。特急あるしな、特急出てるんで最高。だからさ、なんかさ、東京からヤギってめっちゃ近くない？スッと行けますよね。スッと行ける。乗り換え回数は少ないですよね。そうもうずっと揺られてる、ずっと揺られてる。大好き、あの新幹線と特急の時間が大好き。あの京都着いてあの色の特急見た時のほっこり感すごくない？いや、あの茶色のやつ。そう。もう遠くに。めっちゃ好き。近鉄好きってなる。めっちゃわかります。ね。あの対談でお二人がヤギに着いた瞬間にヤギの匂いを感じる。うん、感じる。このスメルが私まだちょっとわからなくて。ヤギスメル。わかるんですよ。ヤギスメル。ヤギスメル。ヤギスメルわからないですね。ヤギ匂いするっておっしゃってたから、どういう匂いなんですか。まあヤギの。ヤギの匂いがあんのよ。久々に匂いますよね。ね。奈良の匂いっていうかな、なんかヤギ、なんつうかな、京都からやっぱり、特急で帰る場合もあるし、例えば急行とかやったら、何回かこう、ドアが開くじゃない、うん、ドアが開いたら、奈良の匂いっていうのが、あんのよ。最大寺あたりからしますよね。ほんまに最大限で、なんか知らんけど、なんちゅうかな。奈良の匂いやね。もう最大限ぐらいかな。タラモズとか湯先、その辺からちょっと焼き旗みたいな匂いが、なんつうかな、田舎匂いじゃないですか。もうええ感じの匂いするし、夏は夏でまたええ感じの匂いするし、冬は冬でもむっちゃ寒いし、痛い寒さ、そう、むっちゃ寒いみたいな、痛い寒さ、わかります。そう、いや絶対これもなんか地元の匂いってやるじゃない？みんなそうやと思う、見てはる人、
ねえ、全国、全国きっとその地元の料理っていうのがあるのよ。いや、私分かるの、鶴橋ぐらいなんですよね。あ、鶴橋いや、あれは、あれはなんか、なんていうの、韓国料理系なんです。そうじゃん。焼肉とか。鶴橋大好き。鶴橋ですよね。めっちゃいい、テンション上がる。鶴橋降りたくなる、途中下車したい。めっちゃ降りたくなる。行きたい、鶴橋。鶴橋行きたいな。ちょっとまだ行きましょう。行きましょう。鶴橋会したい。奈良じゃなく。奈良じゃなく。奈良じゃなく。女子4人が鶴橋ってあまり聞かないんですけど。あんま聞かない。え、嘘。あんまないですよ。行くイメージ。行きましょう。行きましょう。地元のあれこれいろいろびっくりです。ねえ。ねえ。あっていうコメントもいっぱいいただいてます。お。なんてない。ヤギ行きたくなってきたって言ってみたいっていう あのぜひぜひコメント。ぜひ来てください。来てほしい。ヤギ来たら、でもレンタカーとかの方がいいかな。レンタサイクルとかあんのかな。あ、あります。そのさっき、はい、おっしゃってた改札右に出て左に行ったら、コーセンターがあって、そこにナビサイクルっていうあの、自転車借りると。そうなんや。もう奈良は自転車で一番いいですよね。うん、全然いける。なんか私も結構なんていうのかな、奈良じゃなくて他の県とか行った時にそういうレンタサイクルでいろんなところ回るのが大好きやから。あ、そうなんです。そう。自転車めっちゃ好きですか？自転車めっちゃ好き。あれ？ほんまに好きそう。あれ？なんでだっけ？やめちゃん。ゆうちゃんのポップアップですね。そう、新宿で、新宿ポップアップやった時に、なんか新宿に自転車で来る人あんまおらんねん。なんか自転車で来たって言い張るから、どう、なんか放送したらじわるなと思って。確かに。しかも自転車もいるよ。どこでも自転車。なんかいつか日の出、日の出を見にどこでしたっけ、藤原京のところにも自転車で行ったって言ってませんでしたっけ。行ってた、言ってた、そう。すごい、自転車めっちゃ好きですね。自転車めっちゃ好き。でも奈良の自転車はめっちゃ寒い。ほんまです。寒い。時期による、時期による、時期によるよな。初日の出はやばい。初日の出はやばそう。そう、もうめっちゃ凍るからさ、痛いですよね。痛いし、自転車で走ってる人あんまりおらんからさ。いや、もうそうやと思います。すいませんみたいな感じになる。ちゃんとすいませんみたいな。年明け探します。自転車で人がいたら、私です。また自転車か私か、なんか歩いてるかどっちかやな。目出し帽とかでちょうどですよね、奈良の冬の自転車は。なんて目出し帽と。なんて、あ、聞こえます？途切れ途切れ。もしもーし、もしもーし、私なあ、ちょっとカレンがちょっとあれやな。ほんまですか？あ、私がみんなカクカクしてるなって今思ってたんですけど、私の方が悪かった。割と結構カクカク。嘘。そうそうそう。まあね、質問をいただきました。はい、皆さんは、あ、高春さん、皆さんは九州では何県が好きですか？九州？はい、九州は何県が好きですかっていう質問ボックスの質問。めっちゃ難しい、それは。はい、九州全部好きやから。あ、はい。あ、やゆちゃん。私、いとこ九州なんです。あ、お、せやせや、言ってたな。お、九州の。私、
佐賀です。おー、え、佐賀だ、佐賀電波、え、この踊って電波やられたらめっちゃ恥ずかしいですよね。確かに困るって。佐賀何があるんですか。いっぱいあると思うんです。牛、牛、佐賀牛、佐賀牛って何やった、何やろ。え、佐賀は焼き物もあるよ。有田焼きもあるし、あ、有田焼き、有田焼き、有田焼き、佐賀いい、どこよ。東京から佐賀行ったとき、もうお尻から血出るか思いました。座りすぎて。遠すぎて。遠かったっけ、なんか、あ、でも、うちのいとこのとこがかもですけど、なんか、新幹線で行ったんですよ。あ、新幹線はそれは遠そう。端から端、乗り場で、そっから、なんかすごい長い2時間ぐらいバス乗って行ったんで。ま、なんか根っこ生えそうでした、ね、でもなんか何やろ、喉かめっちゃ好きで、何って言われたら難しいですけど、よう分からへんから。佐賀いや九州の方がよう知ってはりましたね。九州大好き、ね、エリナちゃんどこが、え、私決められへんぐらいほんまに九州好きで、住みたいぐらい好き。おお、どこ住み、最初は福岡かなと思ったりして、でも熊本のお水がすごい美味しくて、へえ、お水もう全然その地下水かな、地下水やったから、なんかそのホテルのシャワーとかもすっごい気持ちよくて、とりあえず水道水の水も気持ちよくて、熊本すごいなと思って、大分は温泉あるし、鹿児島はもう何でも美味しいでしょ、黒酢も美味しいでしょ、美味しいもいっぱいある、あれ言ってないとかあるよね、美味しいのイメージいっぱいある。 長崎もいいよね、長崎もいいし、宮崎最高、宮崎も自転車でさ、自転車、全国自転車。そう、すごすぎ。ヒューガ夏、なんかすごい美味しいみかんももらってんな、宮崎行った時。なんか自転車乗ってたら、なんか自転車じゃ危ないよって言ってくれて、もう全然知らないおばさんが車乗せてくれはってみたいな。すごい。何ですか、その自転車どうするんですか。自転車乗り捨てできて。なんか車で送ってあげるよって。そう言ってくれはって、めっちゃ九州良かった。全部好き。乗り捨てれるんですか。そう。ね、鹿児島、奄美大島も行きたいな。行きたーい。でね、私はあれなんですよ、福岡に父がいるので。そうやん。そうです、福岡でイタリアンレストランやってるんですよ。行きたい。だからめっちゃ結構福岡は行きます。行きたい。もう美味しいです。一緒に行きましょう今度。九州、私と同じ顔がもう一人、そっくりなんや。そっくりです、ね、一緒です。もう、え、ミシュどこ？いや、私ね、九州は福岡行ったことがないんですよ。なので、判断ができない。九州しか知らないので。ただ九州はもう、九州違う、福岡。福岡な。ちょっと終わり。九州しか知らないので。電波か。全部知ってる。電波のせいでした。そう、知らないので。で、福岡めっちゃ、なんか食べ物がすごいやっぱり美味しかったイメージですね。美味しいよね。屋台とかも美味しいよね。一回で夢なんですよ。屋台めっちゃ巡りたいです。行きたーい。超行きたいです。九州いいな。
ね、明太子みたいです。ベタですけど美味しいよね。明太子ラーメンも食べたい。明太子納豆とろろチーズ美味しいですよね。明太子それはカレンさんが作ったんじゃなくてですか。私が作った。あ、ほなそれちょっと知らないです、ね、申し訳ないです。それ九州の人知らんのちゃうかな。、はい、申し訳ない。判断基準に入りませんで申し訳ないです。申し訳ない。でもさっきコメント、あのエリナさんにちょっとカレンさんその顔一瞬でも出すの やめてくださいって。あのエリナさんに沖縄に来て沖縄料理作ってほしいっていうコメント。あー行きたいよ、一番行きたい。沖縄も九州だもんね。沖縄行きたい。沖縄も九州、九州でしょ。そっか、そうなの。ほんですね。ね、知らなかったです。まあ、沖縄にめっちゃ行きたい。弥生ちゃん泊まってるほら。あ、いや生きてますよ。え、沖縄なんやと思って。ない、知らなかったです。そっか、ご飯作りたいな沖縄で。エリナご飯めっちゃ美味しいですよね。食べてください。あのエリナちゃんに私たちのスタジオでご飯作ってもらったことがあったんですけど、もうめちゃくちゃ美味しくて、みんなお料理してるエリナちゃんのそばから誰一人離れへんから、マジでやりづらかったずっと。いや、めっちゃ美味しそう、美味しそう、はよ食べたって食べたってみたいな。嬉しかった。いやもう美味しいです。ほんまに食べ物ってほんまに美味しいお食事って幸せなことなんやなってほんまに心から思いましたもん、あの日。食べることって楽しいよね。楽しいです。正直、私あのもうご飯食べることが好きすぎて食べる方にフォーカスがよく当たるんですよ。もう何でも口に入れれればええやみたいな。やったんですけど、もうなんかあの日おいしい、もうおいしくて体にもいいお料理をいただいた時にもう変わったんですよ、私の中で。これはもう食べるもんはおいしいもんじゃないと、いや無理、何でもいいとかじゃない、おいしいもんしか入れへんってなっちゃって。なんでそんな言い方ない、言い方最高やな。なっちゃったんですけど、あの美味しい料理を作れる自分の力量と作ってくれる人がいないから、あの口が手持ち無沙汰です。口持ち無沙汰って感じ。猫名前何？もずく。もずくもずくかわいい。やってきた。配信とかしてたら寄ってくるんですよ。かわいい。あ、来た、ゆうた。お肉でたがりだ。あ、いや、ゆうた。え、かわいい。いや、何歳？あ、かわいい。え、声してはる。いや、十やワン。ワンちゃん名前なんだっけ？コロモです。コロモ。コロモや。かわいい。かわいすぎ。もずくコロモ。もずくコロモ。仲いい？ワンちゃんとニャンちゃん。仲いいですよ。へー。いいなー。かわいい。あー、いや、サモサでちょっと汚い。あ、来週カットなんですけど。かわいい。ほら、名画も。いいなぁ。すっくり。もさもさ。めっちゃすっくり。丸丸。そっくり。でもなんかめっちゃ汚い、汚い毛が。汚くないよ。大丈夫ですか？伸びすぎて。来週買ってたらな、その後やってよかったな。かわいい。
かわいい。カナダ今言ってるわ。かわいい、おとなしい。めっちゃおとなしいです。めっちゃかわいい。やば。おとなしい。塩見る。パパに似てる。パパにも似てるくない？パパ。なんかちょっと見方変わるな。ちょっと見方変わるわ。パパに似てる気がする。やゆちゃんの。パパ多分こんなんだっけ。なんかそっくりな気がする。女の子ですって言うとき。ごめんごめん。衣は女の子やのね。女の子です。かわいい、かわいい。そんなおとなしいんや。すごい。絶対うちの猫やったらこう腰取り替えるぐらいに嫌って。いやどうぞ。もこもこ癒さ。とこの猫ちゃんはめちゃくちゃ かまはりますもんね、カレンさんのこと。もうほんまクソ猫。ほんま。えらいなあんたは。たことないです。ほんまに。かわいい。なんか一回カレンさんとフェイスタイムしてるときに、そのカレン、うん、あの猫ちゃんが銀エモン、私のおじいちゃんが金エモンっていう名前で、え？だからあの最近来た猫を銀エモンにして、かわいい、かっこいい。おじいちゃんの名前金エモンって言うんですよ。金エモン？金エモンって言います。で猫が銀エモン。何ですか？猫が銀エモン？猫が銀エモンです。そのうちドエモンも来る。その次ドラえもん。行きました。かわいい。その銀エモン。くんですか？ちゃんですか？そういえば知らなかった。あ、銀エモンはちゃんなわけないか。うん、多分くん、多分くんです、うん、多分くん。多分フェイスタイムした時にめちゃくちゃカレンさんの腕噛んでた覚えありますもん。めっちゃ噛んでた。もう終わるまでずっと噛んでた。いや、ほんま、甘噛み？あ、本気噛みです。もうめっちゃ気づいてました。あわよくやろうぐらいの。めっちゃ痛いやん。なんでなんやろ。もうびっくり。しつけがなくない、全然。噛んだ上にあの後ろ足で蹴ってきますんで。めちゃめちゃ嫌がられてますやん。嫌がられてるんですよ。全くないんですよね。猫かわいいな。猫かわいいですよね。猫かわいい。犬もかわいい。大好き。エリナちゃんもワンちゃん。そうよ。あ、ねえ。名前って。トップ。プクプク。トップ。T.O.P. トップ。トップ。T.O.P. トップ。かわいい。トップ。さっきもあの、手作りご飯食べさせてあげた。いいな。ささみとさつまいもと大好きやからさ。さつまいもめっちゃ好きですよね、ワンコ。めっちゃ好きやんな。もうこっちゃんもめっちゃ好きです、さつまいも。へえ。おなしい。めっちゃおなしい。こっちゃん人形みたいやん。もうね、もう犬やめたらしいです。めっちゃかわいい。ねえ、もうずっとこんなんですよ、2匹とも。幸せも。あ、かわいい。あ、かわいい。かわいいね。やっぱ、わかる。もう最近癒し求めてるから、もうワンちゃんとか見て、ちょっと、え、うち
ちの猫のあの全長を見てほしいんですけど。見たい見たい。全長。全長見たい。え、ちょっと見てくれます？全長見たい。え、結構な衝撃やと思うんですけど大丈夫ですか？お願い。ちょっとじゃあちょっと席外します。席外す。席外された。結構な全長いいな。なんかもうほんまにワンちゃんとかその動物を見たらめちゃくちゃ気持ち悪い声が最近出るようになりました。わかる。かわいいからな。いきますよ。お、はい、はい、お願いします。え？めっちゃ長ない。え？ま、マグロでも釣ったんかレベル。取るがね。めちゃくちゃ下ダラーンってなって。めっちゃデブいんです。何キロ何キロ？10キロぐらいあります。米だわら。米だ。めっちゃ可愛い。米だわら。ああ、可愛い。こうやって見たらね、なんか普通なんですけど。めっちゃでかかった。めちゃでかい。かわいい。あ、かわいい。あ、どうも。どうも。たまたまみたいな鳴き声。どうも。でも、愛されて育ったっていうのが出てるな。幸せ太りです。幸せ太りやな。ムタさんみたいな。おい。もずく巨大って書いてある。いやめっちゃかわいい。エリナさん、13年前から応援してますって方もって。ありがとうございます。すごい、すごい、嬉しい。少しずつ暖かくなりますが、体無理せずに頑張ってください。無理しないでくださいっていうコメントもいただきました。はい、 ありがとうございます。あ、みんな、あ、皆さんやと思ってます。ありがとう。自分も含める。ありがとうございます。いや、あっという間に1時間経ってるやん。はいはい、なんとなくは分かりました。インスタ配信の、あ、まあですね、なんとなく。やゆいちゃんの家めっちゃ可愛いな。でも作業部屋ですよ。そう、全部アクセサリー。そうです。っていうを作ってるんだ。すごい。すごい。ぐしゃぐしゃ。ぐしゃぐしゃやけど。おお。めちゃめちゃ可愛いもんな、ピアスとかイヤリングとか。うん。デザイン上手。ありがとうございます。私、あの、すっごい可愛いお洋服で立ってたから、あら、ここはお花畑かしらって。お恥ずかしい。新宿にお花畑がみたいな。お恥ずかしい。めっちゃ可愛かった。こんな、なんか髪型も上手にして、なんかありがとう。ああ、山とヤギではやらへんの？山、あの、なんかやってくれました、イベントみたいな。あ、違う。あ、マス地域のおばあちゃん。あ、おばあちゃん、それいけるかな。おばちゃんロード、おばちゃんロードで、ね、あ、もう1時間ありがとうございました。ありがとうございました皆さん。いや、またまたやってください。あの、次は電波もうちょっと強化しておきますんで。ちょっと定期的にやりません？ね、で、あ、ぜひとも、ぜひとも、もうあの集まれる日に1ヶ月に1回ぐらいやりましょう。やりましょう、ね、ちょっとテーマ決めて話してね。ほんまですね、うん、次九州語りますか？あ、いいですね。勉強してきます。あ、そうか。私もです。それまでに奈良帰れたらいいねんけどな。まあ、直接ほんまにお会いしたいです。ね、来月はなかなか戻ってこれないんですか？来月。来月だろう。予定はないけど帰りたいな。いやよいちゃんも待って、ね、一緒に、こちゃんと一緒に帰るんで、帰るとき。あ、なんか前回
回も一緒に帰ってたんですよ。あ、そっかそっか、言ってたよな。そうそう、リュックに入れて一緒に帰るんです。かわいい。会いましょうって。また会おうね。ああ、皆さんありがとうございました。ありがとうございました。ここになりましたが、ぜひヤギナビ皆さんも一緒に、はい、見てください。ぜひぜひ遊びに来てください、ヤギに。はい、ありがとうございます。お待ちしてます。じゃあまた次回配信するかもしれないので、ぜひあの、エリナさん、やよいちゃん、カレンさん、そして私もですね、あのインスタフォローしてくれると皆さん嬉しいです。ぜひぜひお願いします。お願いします。じゃあまた来月お会いしましょう。はい、終わりましょう、ね、では皆さん、おやすみなさい。おやすみなさい。あ、コロボちゃんかわいい。ありがとうございました。どうやって聞いや、これどうやって聞いや、どうやって聞いや、私もわからん。ここ×かな、×かな、×ですね。ということで、おやすみなさい。おやすみなさい。